はい、皆さんこんにちは。みんな写真を撮った後ってその画像を詳しく見たりしますかね？最近ではスマホでもだいぶ綺麗になったので奥の背景とかすごい鮮明に見れますよね。今日はよーく見ると怖い画像を紹介していきたいと思います。まず最初一つ目はグランドキャニオンで撮られた写真です。グランドキャニオンといえばこの壮大な大地で幻想的な風景が印象的ですよね。たくさんの観光客が訪れるので様々な写真が撮られると思うんですけど、これから見せる写真は1970年から1980年の間に撮られた写真です。撮影者は友達とグランドキャニオンに向かって写真を撮っていたんですけど、まあ、大体グランドキャニオンに行くとみんなこんな感じで崖のギリギリまで行って写真を撮りますよね。この撮影者も同じように撮っていたら不気味な一枚が撮れてしまいました。この画像なんですけどどうですかね、皆さん見えますかね。崖の端に立っているのは普通に友達だと思うんですけど、その後ろに木々が生い茂っているところに怪しげに立っている人がいますよね。めっちゃ不気味じゃないですかこれ。完全に人立ってますよね、木々の中に。しかもなんかフードをかぶって怪しげな感じで。撮影者たちはこの不気味な人に気づかず15分ぐらい写真を撮っていてそのまま帰っちゃったんですけど、で後々写真を現像したらこれに気づいたようです。もちろん彼らの友達ではないっていうので、しかも15分ぐらいその場でわちゃわちゃしてたら普通気づくじゃないですか、人とかいたら。これにはいろいろ説があって、自殺しようとしていた人なんじゃないかっていうのと、フードをかぶっていたことから死神なんじゃないかっていう、あまりまともな説はないんですね。あるいは崖で彼らの後ろに立っているので友達たちを襲おうとしたんじゃないかっていう、まあわかんないですけど、皆さんどう見えますかね。これは普通にこの写真がでっち上げじゃなかったら何に見えますかね。続いて紹介するのは別荘で撮られた写真です。別荘っていいですよね。まあ行ったことないですけど憧れますよね。ただ同時に別荘のイメージって森とか山奥にある感じでちょっと暗い雰囲気を漂わせてますよね。別荘とコナン君って聞いたらもうその響きだけで面白そうですもんね。この画像はジルという方が撮った写真で、家族と一緒にアメリカのミシガンにある別荘で狩猟をしていたんですね。家で適当にくつろいでる時にジルが、へえ、俺こんなとこに泊まってるんだぜって感じで写真を撮って彼女に見せたかったんですね。そしたらこんなものが撮れてしまいました。わかりますかねこれ、まあ、結構暗くてパノラマなので見づらいかもしれないですけど、まあ、ちょっとこっからゆっくりズームしていきますけど、こっちの方に行くとここです。人が立ってるんですよね、窓の外に。しかもなんかナイフっぽいものを持っていて、撮影者はこの不気味な人に気づいて外の様子を見に行ったんですけど、その場には誰もいなく彼が立っていたと思われる場所に足跡が残っていたそうです。この人が誰かについてなんですけど、この撮影者の家族ではなくこの別荘のオーナー曰く、彼女には数年前にいなくなった旦那さんがいたらしいんですね。でこの画像を見る限り立ち方とかが彼にすごい似てるらしいんですよね。しかも何か持ってる様子も、彼も狩猟していたのでその狩猟に使う道具なんかを持っていたかもしれないんですよね。この話本当だったらすごくないですか。まあ、心霊写真とかは結構ありますけど、よくできた話ですよねこれ。ただ旦那さんちょっと写り方が怖いので、もっと構図考えてほしいですよね。写真のこれじゃただの殺人鬼じゃないですかね。でもやっぱ幽霊より怖いのが人間じゃないですか。なので良かったですよね、人間じゃなくて。幽霊だったらまだ安心ですよね。最後に紹介する写真は1枚目と似ている山で撮られた写真です。これはカナダのハミルトンというところで撮られた写真です。撮影者は友達に誘われてダンダスっていう山にハイキングに行きました。そのダンダスを選んだ理由は、その誘ってくれた友達のいとこが数日前に行っておすすめだったからだそうです。で山頂で2人でこのように写真を撮って、まあ無事何もなくそのまま帰ったんですね。そしたら数日後、友達のいとこから連絡が来て、いとこたちが山頂で撮った写真に不思議なものが写り込んでいるとのことでした。その写真がこちらです。わかりますかねこれ、まあ、パッと見わかんないですよね多分。普通にこの崖のとこに座ってるのがいとこなんですけど、ぐーっとここにズームすると人っぽい何かが映り込んでるんですよね、ここに。見えますよね、もう。まあ、遠目から見たら木か岩に見えるんですけど、ズームしたらもろ人に見えますよね。この場所は立ち入り禁止なので、おそらく人ではないと思うんですけど、じゃなかったらやっぱ幽霊になっちゃうんですかね。比較画像なんですけど、おすすめされて友達とハイキングしに行った撮影者の画像がこちらで、まあ、普通ですよね。友達の写真がこれなんですけど、まあ、若干角度は違いますけど、まあ、でもそれっぽい人は見当たらないですよね。僕にはどう見ても
人に見えるんですけど、どうなんですかね。ただ人間って確かその点が3つあると勘違いして人間の顔と認識しちゃうじゃないですか。なのでその錯覚みたいなのはあるんですかね。普通に木の模様か岩の色とかで。皆さんには何に見えますかね。これ以上がよーく見たら怖いものが写っている画像でした。まあ全部真相が不明なままでモヤモヤな感じなんですけど、写真って意外と後ろとかにやばいものが写ってることがあるかもしれないですよね。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。